あ、もしもし、母ちゃん？うん、俺、トラジ。今日は早めに上がった。あ、届いたよ、ワカメ。あのさ、近いうちにちょっとそっちに帰ろうかと思ってさ。飯？いいよ、なんでも。何？ A コース、B コースって。お袋の味ランチセット？ん？ふざけんな、ババア！どこの世界に息子から飯代請求する親がいいんだよ！大体何作ったって、お袋の味になるのは当たり前じゃねえか！本人なんだから！それに、ランチセットって晩飯の残りだろ？わかってんだよ！あ、切り上がった！あのババア、都合が悪くなるとすぐこれだ。はぁ、だからあんまし帰りたくねえんだよな。この番組は JVC エンターテインメントスクエアエニックスの提供でお送りします。やり見た？深夜のさ、バンバ。じゃあ今日もお願いね。はい。こう。もう部活始まってるかな。面とか干しとかなくちゃ。中湯もうボロボロだったな。取り替えないと。うん、落ち着いてきた。いらっしゃいませ！あの制服、同じ学校の人だ。バレたらどうしよう。バレた！はい！これ、どっちが効き目ありますか？さあ。両方、効くと思います。じゃあ、両方ください。ありがとうございました。またお越しくださいませ。川添さん、これお店に並べておいて。はい。いらっしゃいませ。よ。あ、先生。様子見だよ。様子見。ちょっと、用もあったしな。頑張って仕事してんじゃん。慣れたか？少し。ま、いい社会勉強だ。どういうのがいいかな。たま、どうして俺がこんなとこで商品選んでるのか聞かないのか？営業努力だよ、営業努力。あ、どうしたんですか？
やな、今度休みに実家に帰る予定なんだけどさ、お袋、年がいもなくこういうの好きでさ、土産でも買ってこうかなって。ああ、お母さんですか。あのババアの部屋、マジでこの店みたいな感じだぜ。とても50代とは思えねっつーの。へえ。これでいっか。これくれ。1000円になります。お袋には高い。別のにする。はあ。お待たせしました。じゃ、俺、学校戻るわ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。お前な、もっと明るく、楽しく言え。もっと顔も崩せ、崩せ。またお越しくださいませ。お前こそ、少しは部活に顔出せよ。みんな待ってるぞ。はい。そう、やっぱりユージにはかなわないや。ほら、ダン君、お水だよ。ありがとう、キリの部長、気が利くね。ユージ、どうだ、ダンは。はい、強くなりますよ、映画君は。あ、やっぱり。素質あります。まだまだ素人同然ですけど、隙をついてきたり、こっちの攻撃を当たりにくくしてる動きは、天性のものです。持久力は全くないですけど、これからどんどん伸びますよ。卒業まで抜かれてなきゃいいけど。いいのか、あんなキャラが強くなって。いいんじゃないですか、キャラは。それと、いやいや、めちゃくちゃやるでも決まんないよ。さよ。キリノ、よかったよ。よしよしよし。すみません先輩、手が滑ってしまいましたわ。あ、校内暴力。ミヤミヤに何すんだよ。うせえよ。ミヤミヤ、お前に付きは早い。殺す気か。素人はやっちゃダメ、危険。はい、すみません。ミヤミヤが怖いよ。まあ筋は悪くないし、他の技をもっと練習すればミヤミヤ強くなるよ。さすがミヤミヤだ。ありがとうダン君。盛り上がってきたね。今度の大会楽しみだ。だな。よし、今日はこのくらいにして、明日はまた。おお、来たか。あ、もう終わりですか。タマちゃん、バイトは？さっき終わって、ちょっとだけでも部活しようと。少し休んで、もうちょっとやっていくか。はい。はあ、ああ、こんなに息切らして。はい、喉乾いたでしょ？すみません。もう、爽やかな青春の汗に混じって、かぐわしい醤油の香りが。なんじゃこりゃ。おお、とっくに3分経ってたな。道場でカップ麺しかいけないんだ。いいじゃん、ちょっとぐらい。昼飯食ってねえんだよね。あ、わかめ入れすぎだよ先生。遅いな。いやいや、玉木は私のために頑張ってくれているのだ。心配する必要はない。プレゼントをもらったとき、何と言えばいいだろう。さりげなく、されど最大級の感謝を伝えねばなるまい。お誕生日おめでとうございます。ありがとう玉木。これじゃ普通すぎるな。おめでとうございます。ありがとうバイト、本当によく頑張ったな。え、いや、あの子は優しい子だ。
私のためのバイトとは悟られたくないかもしれん。おめでとう。ありがとう、玉木。そんなお前を心から愛してるよ。いやいや、いくらなんでもこれは臭い。臭すぎる。おめ。嬉しいぞ、玉木。本当にいい子に育って、父さんは感激だ。これからもこの調子で、清く、正しく、美しく、健やかに、大きくなってくれ。落ち着け、私。さあや、小手。ワン！そりゃお手だよ。先生、バイバイ。じゃあね。先生、元気で。早く帰れよ。あ、そういや、酒切らしてたな。買ってくか。お、あのちょっと、そこ今俺が入れようとしてたとこなんですけど。あら、そう、悪かったわね。でも早い者勝ちだから。ぬっ、なんだあのババア。ついでにカップ麺も買うか。レトルトカレーに缶詰も、そして庶民の味方発泡酒。絵に描いたような一人暮らしの男の買い物だな。発泡酒はと、お、あ、あった、残り一個じゃん。ちょっと、それ今俺が取ろうとしてたんじゃないですか。あら、そう、悪かったわね。でも早い者勝ちだから。なんだよそれ、明らかに横取りだろう。うるさいわね、隣の買えばいいじゃない。他のは発泡酒じゃないから高いんだよ。箱買いなんて生意気よ。フリーターのくせに、バラで十分でしょ。フリーターじゃないやい、ちゃんと就職してるんだい。許さん、ババアシスべし。まさか。現在稼働しているレジは一つ。先回りして入り込むつもりか。しかもこの分量、先に入られると大幅な時間ロスさせない。これ焼きそばどうするつもり？弁償しなさい！弁償！俺が？お客様、すぐお取り替えいたしますんで。黙ってなさい！こいつが悪いんだから。私がそれお支払いします。いや、僕が払います。払ってあげますとも。帰ろう、何も考えずに。Thank you.
親のすねかじってるニートが車なんか乗ってんじゃないわよ。俺はニートじゃねえ、フリーターでもねえ、高校の教師だ。教師？嘘っしゃい。嘘じゃねえよ、そこの室江校の先生だ、石田トラジってんだよ。石田トラジ。そういうわけだからね。は？ごめんね石田先生。え？中間どうだった？いつも通りだったよ。ってことはよかったんじゃん。さやダメだったの？数学ダメ、どうしてもダメ、一番勉強したのにダメ。文系はさ、大して勉強してなくても点取れるんだけど。あ、猫だ。なんかどんどん嫌になるし、ムカつくし、私いつも空回りしてるな。自覚はあるんだ。キリノ、数学教えてよ。いやー、だんだかい。っていうか、キリノって苦手な教科あったっけ？あるよ。それでも私よりできるんでしょ？みんな揃ったね。じゃあ、先生まだ来てないけど、つぶり始めてよ。はーい。気が利くねみやみや。ねえタマちゃん。タマちゃん。いらっしゃいませ。やっぱり映画くんはすごいやつかもしれないって思うんだ。素振りがどんどん鋭くなってる。絶対強くなるって。うん、映画くんは強くなる。みやみやもだよ。思い切りよく攻める人だから変な癖はつかない、強くなるタイプだ。うん、宮崎さんも強くなる。たまちゃん疲れてる？うん、たまちゃん疲れてる。バイトの疲れが出てるんだよ。先生来るまで休んでなよ。たまちゃん先生来るまで休んでる。みやみやは一年だから気楽よね。え、そうですか？ダン君なんて2年になっても3年になってものほほんでしょ。ら何すんだよさや先輩。こらこら、後輩いじめちゃダメだよ。うっさよね、あんた学年20位の優等生なんだから黙って素振りしてなさいよ。なんだ、中間テストの話ですか。ミヤミヤだってボロボロだったんでしょ。でもダン君は優等生ですよ。1年390人中2位ですから。ユジ君は4位ですけど。やっぱりダン君にはかなわないよ。それにしても先生遅いな。遅刻なんてだらしないぞ。ここにいるよ。先生いつの間に。ずっといたんだけどね。どうしたんですか？今にも消えちゃいそうですよ。ああ、本当に消えちゃうかもしれない。はあ？俺、この学校を辞めなきゃいけないみたい。校長先生から今年いっぱいでいいって言われたんですか？じゃあ先生はもう無職。なんで校長がそんなことを。校長じゃないんだよ、理事長命令らしいんだ。理事長？どうして理事長が直々に。何かしでかしたんですか、あんた。スーパーでババアと喧嘩した。まさかそのババアが理事長。理事長は男だよ、温厚な人だよ。理事長の考えじゃないんだ。俺のことは奥さんに言われたみたいで。そうか、その奥さんがスーパーのババア。いや違うよ。じゃあババアの正体は何。理事長のご近所さんで奥さんと大の仲良しなんだと。理事長奥さんには頭が上がらないらしくて。はあ、それで。じゃあみんな防具つけて、切り返しから始めるよ。はーい。おいおーい、少しは心配しろー。俺学校クビになったら顧問も辞めるってことだよ。
だって私たちが心配してもどうしようもないじゃないですか。それはみんなで俺を辞めさせないよう嘆願してくれるとか。自分で直々に訴えたりしないの？はあ、だってこんな実績もない若造が何を言っても。うわ、弱っ。先生、だったらこれから実績作ればいいじゃないですか。これから？そうです、この剣道部をもっともっと強くして全国大会に出場させるんですよ。ちゃんとした結果を出せば誰も何も言えなくなります。はあ、全国大会か。確かにそうだな。この部で結果を残せば辞めないで済むかも。時間がない。でもやるしかない。この俺にはお前たちがいる。そして川添玉木がいる。俺の玉木は無敵だ。そして先生は無職だ。まだちげえよ。よっしゃー、やるぞー。室江校剣道部の次の目標は全国大会出場、もしくはそれぐらいの実績。さあ練習開始だ。俺のために。やれやれ。明日でバイトも終わりだけど最後まで頑張ってちょうだいね。はい。最初は挨拶もままならなかったのに若いっていいわね。ぼ、あれ、畑だったんだ。いらっしゃいませ。こう、夜中のジェントルマン映画團十郎のダイナミックダンディ、略してダンダダンのコーナーにようこそ。こんな時間まで起きてるいたずらな子猫たちにこの言葉を送ろう。恋のつばぜり合いは引いた方が負けだぜ。ダンディ。次回は宮崎美也子の憂鬱と初大会。君を憂鬱になんかさせないよ、ミヤミヤ。この番組はJVC エンターテインメント、スクウェアエニックスの提供でお送りしました。